私に聞かれても困りますん。読んだのそっちでしょ。どうも、わっこいやつはしです。え、その法則でいくと私わっこい便便になるんですけど。わーお。帰りたい。我慢してください。あ、はい。あ、今回はサブエデの回収をしていくよ。ゴーマ艦を奪還したらサブエデがいろいろ増えるからね。というわけで台所までカット。というわけでサクッとイベントです。そうなのか。お皿とかゴシゴシ、洗い物中ですよ。お鍋にこびりついた油汚れ、なかなか落ちないんですよねー。何かいいもの持ってませんか？生きていいよ生きて。おお、ありがとうございます。お礼にこれあげます。あ、これだけ？じゃあ次のイベントへ行きますか。サクサク消化していこう。というわけでそこまでカット。あ、このイベントあかん気がする。これは、あの日記の件ですね。耳栓しとこ。え？あー、ねえ、あなたたち。この本棚の本、触った？あ、はい。だけど本の中身を見たのは昨夜。ちょっと、言わないでよ。もがもが。昨夜、ちょっといいかしら？あ、は。はい。他の人はちょっと席を外してもらえる？特にマリサ。よ、了解。パチュリー様、なんだか怖いです。どうしました？部屋から出た途端、ごう音と咲夜さんがすすり泣く声が聞こえました。咲夜さんが泣いてしまうなんて、よっぽど見られたくない本だったのでしょう。やだ、怖い。咲夜、次からは気をつけなさい。でないと、あなたを魔法の実験台にするわよ。申し訳ありませんでした。まあいいわ。それより、こんなものがあるんだけど、使ってみたらどうかしら？フリスビーを改良した武器よ。敵全体を攻撃できるわ。それに誰でも装備できるの。強化は一切できないけどね。ありがとうございます。それじゃあ早く行きなさい。私はいろいろやることがあって忙しいのよ。あ、終わった。怖かったです。あ、じゃあ次へ行きます。次も新聞が必要だよね。必要ならアリスさんちのポストで。ボロドンできますせ。借りただけだよ。あんたさっき掃除用に渡してなかった。わーお。ダメだこや。あ、イベです。今みんなで特訓をしているんですよ。しかし私たちも何か武器や防具が欲しいところですね。それならこれなんかどうだ？やっぱり一で。わーお。これをこういう風に折って。ほら、兜に鎧に刀だぜ。こいつはすごいです。これで我々の訓練もバージョンアップです。皆さんの分の装備もあげますね。はい、どうぞ。新聞紙装備セットをもらったけど、いらないです。あとなぜかかしわ持ちももらいました。あ、次は外でイベントね。じゃあもう外までカット。すぐイベントだよ。あ、いたいた。ゆかり様から頼まれてね。あそこの隙間は使ってもいいとのことです。一度行ったことのある場所なら隙間を経由して一瞬のうちに移動できますよ。道中、新たな隙間を見つけると思うけど、それらは一度でもチェックしておかないと別の隙間から移動できませんからね。では、そういうことです。私は剣をなでくり回さないといけないのでこれにて失礼します。なでくり回されるそうです。そうですかとしか言えないんですけど、うつ主は羨ましいとか言ってたけど、それはチェンザ？ダンザ？聞いた途端とついたからそこまで聞いてない。通りで気絶してたわけだ。あ、そうなんですか。あ、強化してから次の腕行きます。というわけでフランちゃんとしたいと思います。今日が命日ですかね。退屈だな。ねえ、私と遊ぼうよ。あ、説明聞きます。フランドールスカーレットとの BBBC なしのガチンコバトルだ。難易度はイージーからルナティックまで4つのレベルが用意されている。好きなレベルで挑戦してくれ。負けてもゲームオーバーにはならない。各難易度のバトルに勝利できればそれぞれ景品がもらえる。まあ、適当に頑張ってみてくれ。あ、じゃあ挑戦してみます。大丈夫かな？やった、いっぱい遊ぼうね。難易度はイージーで様子を見ようと思います。戦闘メンバーは誰で？あ、変えてない。敗北フラグかな？この3人、他の3人よりレベル低いよね。
ね。バランスはいいですけどね。とりあえず1ターン様子を見ましょうか。霊夢のカゴがないのがね。それな。これさないやることないわね。まあ一応やっておこう。存在もやらないといいけど。何の喧嘩販売ですかね。ぜひペロ。まあ回復薬ですからどうしても1ターン目は暇ですよね。それなら MP4 本で防御でよかったんじゃ。あばーお。っていうか攻撃痛すぎじゃない。激小操感が半端ない。いやいやまだいけますって。あ、新品あるまでカット。しょぼーん。あ、5、6ターン頑張りました。まだ元気そうですね、わかりません。それはどっちに対してです。あるえ、なんか様子が。これは噂のスーパーフランタイムじゃない。マジかよ。そんな装備で大丈夫か。大丈夫だ。問題だ。オープン。あ、メイリンやられた。なんてこったえ、キュッとされたらそりゃ無理だ。即死攻撃って出てたもんね。とりあえずヨウムを生かさないとダメだね。今の攻撃の要だもんね。回復はヨウム優先ってことね。あれ補正してくれないの。というかそんな暇ないっす。あ、はい了解です。もうピンチなんですけど。とりあえずヨウムの回復だね。スピードダウンかけたから間に合うよね。間に合ったけど、オフは、ほい、サナ X もやられちゃ。さあ、どやー、このウンニョン剣士やりおるで、メイリンの実力。あ、この感じ久々ですね。あ、少しカット。負けちゃった。悔しいなー。楽しかったよ、これあげるね。ということで装飾品ゲットしました。では次のイベントへ行きましょうか。じゃあそこまでカット。あ、隙間で人間の里へ来たわ。今はキュンの家を探してます。あ、確かここだよ。それでは界隈でです。はい、どなたですか？って、霊夢さんじゃないですか。お邪魔するわよ。行方不明になったと聞いていたので心配していたんですよ。無事でよかったです。それはそうと、何かご用でしょうか？いやー、なんとなく立ち寄っただけよ。そうですか。まあ、何かあった時は遠慮なく尋ねてくださいね。あ、そうだ、これ差し上げます。おっちが寂しくなった時にでも食べてくださいね。蜂蜜大根おろしのド飴をゲットしました。なかなか前衛的な味の飴ね。あ、舐めてみます。遠慮しておくわ。からの遠慮しておくわ。ですよね。あ、アリスさんの家に行くのでカット。というわけで到着しました。ここでは選択次第でもらえるアイテムが変わる腕があるよ。そうなのか。じゃあまた界隈でね。あら、霊夢にマリサじゃない。無事みたいで安心したわ。へえ、心配してくれてたのか。ありがとうな。別に。まああなたたちがそう簡単にくたばるなんて思っていないけど。そうか。あ、ここは一で行きます。魔術師のゴフが欲しいので。なるほどな。あ、でもありがとう。そんなに感謝されるほどでもないでしょ。でも、まあ、どういたしまして。で、風流演算というやつはどうしたの？それが逃げられちゃってさ、居場所もわからないし参っちゃうぜ。はぁ、ということは化け物はまだ消えないわけね。こっちも参っちゃうわよ。ああ、ここは2を選びます。泊まり込んじゃうのか。なんか頭上からの察知がすごいんですが。あ、2でいいのね。いや、間に合ってます。冗談に決まってるだろ。わかってるわよ。そうだ、役に立ちそうなものがあったから使ってちょうだい。無事にゴフをゲットだぜ。あ、頭上の察知はスルーなのね。ぜひペロ。最近上の方で誰かの歌声が聞こえるの。何なのかしらね。うるさくてかなわないわ。誰だか知らないけど、退治してきてあげようか。そこまでしなくてもいいわよ。あ、では見てきましょうか。アリスの家を北上すればいいよね。あ、じゃあカット。歌声って何なのかしらね。ユニフォのご飯かな。あ、ミスティちゃん。ランランラン、ルンルンルン、テンテケテンテンテン。夕日を背に、男は今旅立つのさ。哀愁ロマンスララバイ。デフン、ごほ、ごほ。ちょっと喉飴が欲しいかも。というわけで、ゆゆご飯に喉飴をあげます。京都っぽく言われても困ります。わーお。それくれるの？それじゃあ私もこれをあげるね。あ、携帯蓄音機をもらいましたね。あ、もう一度話しかけてみよっか。おかげで喉の調子がいいよ。あんまり美味しくなかったけど。素敵なあなたとハッピーデート。夢に見たあなたとオンザリップ中。ずっとずっと愛してる。皆さんはどう思いましたか？誰に聞いてるんですかね。あ、次のイベントへ行きます。ではカットです。ほんと、ここまでサクサク来たわね。だらだ
するよりはいいと思ってね。まあサクサク感はハマればやめられませんから。それはサブイベの話？スナック菓子の話？あ、紅茶の方です。いやなんでやねん。あ、初遭遇じゃない。剣の舞って魔物だね。物理は多分効かないかな。どっちにしろ私のスパークでコロ1ですよ。1コロって言いなさいよ。私のスプーンでココ1。どういうことじゃねん。マイスプーン持ってカレー屋に行くってことでしょ。あ、そのココ1でしたか。うん。あ、物理のタイマジンは無効でしたね。でも宣言通りスパークでコロ1だったね。あ、リザルトはカット。というか初遭遇の敵ってお送りしないとダメなの？今まではなんとなく紹介してきましたよね。でも最近は中ボスとボスだけでいいんぜって思ってるけどね。まあ見せたところでスパークなどで一掃しますからね。皆さんどっちがいいですかね。だからさっきから誰に聞いてるのか。とりあえず今回は見せましょうか。塗り壁、水女、天使でそのままね。やっぱシンプルだね。あ、塗り壁にスパークは微妙ですか。水女には聞いたけどね。まあ土壁と水だもんね。そういえばなんでワッコ一枚はここに？おい、ほら見なさい、間違えて覚えられてるじゃないですか。わーお。キャラリクで長谷さん時短ですよね。いやそこまでの武士感は出してないんですけど。あ、あげてくれた人ありがとうな。あ、ちなみに今回でキャラリクはお休みします。わ、ほい。危な。ギリギリ出れたのね。ここまでのキャラリク、誠にありがとうございました。でもなんでお休みするの？キャラクター編集を除いたらさ、60人分のデータが入ってた。学校のクラス2つ分もあるじゃないですか、やだー。という感じで休みますん。あ、うん、文句はないわ。ところで、これ何しに来てるの？なんか奥にキーアイテム落ちてるんだってさ。ちなみにここは降臨道の右のマップの洞窟ですね。あ、降臨道ではこの時点で掘り出し物が買えるようになってるよ。行けば会話もあるけど、今回はカットしました。リンゴステー。あ、初遭遇の毒々しいナメクジですね。他に表現方法なかったのかね。思いっきり塩かけたい。これが本当の塩だよ。誰がうまいこと言うと。あ、味塩ですか？いや、残念、カットそのままカット閉じです。それ溶ける前に潰れるから。あ、リザルトはカット。あ、霊夢さんがレベル25になったので、サナエさんと交代しますね。主人公補正か霊夢とマリサのレベルが高いね。と言っても25もまだまだ低いけどね。またあのレベル上げの妖精に任せようか。そうですな、それがいいですな。レベル上げの妖精って誰？あ、もう最奥までカット。と言ってもあと1マップだけだったけどね。なんかすみません。あ、なんか光ってるよ。じゃあ調べてみましょうか。何かな？何かな？これ、時のオカリナじゃね？じゃあ迷おうよ。いやんなわけない。ですよねー。あ、出入り口までカット。あ、そういえばお嬢様の写真がありましたよね。そういえば使ってないっけ。固有特技を覚えるやつね。昨夜さんのやつだね。では覚えたら今回は終わりましょうか。現時点のサブイベは大体やっちゃったからね。そうなのか。本当にサブイベ会だったわね。でも多分本編より私らは喋ってるよ。あ、そうすか。さて、何を覚えるかな？有用なものなら嬉しいですね。お、デッドリーダンスですか。 TP も増えたしレベル3まで上げて今度使ってみようか。あ、特技のカスタマイズはカット。あ、とりあえず降臨道に戻ってきました。では今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。では次回までバイバイ。バイバイ。え、あ、私らはもうちょい残るわ。あ、この動画最大の仕事ね。まさか私たちに回ってくるとは。やったね、メイさん。出番が増えるよ。あんたそういうことは言わなくていいのよ。わーお。さて、そろそろかな。にゃーん。これ、何か意味あるのかね？私に聞かれても困りません。あ、じゃあまた会いましょう。バイビー。はいどうもルナサです。では早速ですが始めましょうか。ではスタート。好きなサークルがあれば教えてください。上げ始めたらキリがないんですけど、とりあえずこんな感じです。他にもありますけどね。好きな歌手とかは誰ですか？最近はワンオッケーロック、昔はゾーンが好きでした。いやそこだと隠す意味ないでしょ。ですよね。モンハン 4G 持っていますか？できたらフレモンハンシリーズしてほしいのですが、ご予定は？持ってたけどなんか消えた。キャッチャーがないので現在は無理ですね。え、消えたの？箱ごと行方不明です。ポケモンのヒロインで誰が好きですか？光とセレナですかね。狼とカラスどっちが好きですか？昔カラスにサツマイモを泥棒されたことがあるので狼ですかね。自転車のカゴに入れてたら強奪されたそうです。ゆっくりたちの会話のキャッチボールがすごくうまいなーって思っていましたが、いつもどんな時に会話のネタが出てくるんですか？最近はほぼパソコンの前で瞑想してます。あとはバラエティ見たり漫画読んだりですかね。瞑想というか、誰がうまいこと言えと。はい、今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。では次回までバイバイ。ではでは。